Okay, so this game finally got a translated release. And I finally have capture set up ready for one of these things to happen, so this is absolutely going up on YouTube. Hello, hello. We are playing Persona 5 Strikers, as it's called in English, I'm used to calling it Scrabble. Reasonable, at least. That compared to voice. Yeah, well, that's what I'm used to hearing these people talking, so I'm gonna be on Japanese voice. Also DLC. Because why would I not want all this music? I did get the deluxe edition. So yeah, we have a lot of stuff. I will say that the load times are pretty bad on this game, or at least they were in the original Japanese version. It probably is still pretty bad here. セール食らえ。
On this first run, or this first recording is probably going to be a story. 続いて、この1ヶ月で発生した類似事件の報告です。はじめに、財務省の吉川事務次官。ご存知の通り、国会答弁中に突如表現し、公文書の改ざんを告白しました。次に、札幌中央市議会議員3名。本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏。突然の断筆会見を開き、芥山賞を辞退。自らの作品をダサ作だと号泣発表。出版。続いて民放の看板キャスター、生放送中に出演者に愛を告白、振られる。そして最後、警察庁刑事局長が突如全裸になり、省内を走り回って逮捕。何かおかしいかね、長谷川警部補。いえ、すみません。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な表変が認められます。先に挙げた対象者は全て表変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか？誰かが人の心を操作してるとでも？先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答だ。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、鏑木管理官。先ほどご意見が出たように、当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、心の回答団による改心事件の疑いがあると上層部は判断しております。の、しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか？無差別にやってるようにも思える。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。私が諸君に求めることは2つ。1つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること。2つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが、上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばなら。容疑者は回答団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。回答団ね。うちの電車に乗るのも久しぶりだな。I should probably do that. Confession of document tampering. I am using chaos over the Vice Minister of Finance's confession. The power struggle have, power struggles have flared. Members of the Vice Minister's party have refused to comment.Across the board, while the country awaits his own summons. In business news, fledgling IT company Mattis reported record first quarter profits at a conference earlier today. Mattis's earnings have exploded largely in part to their new virtual assistant, which, if stocks are any indication, is gaining fans fast. もうすぐ四元じゃやか。久しぶりにあいつらとの再会だな。我が輩、ガ
柄にもなく緊張してきたぜ。ああ、なんてったって怪盗団全員が集まるんだからな。お、着いたみたいだぜ。Considered, it does. The Switch, this is holding up pretty well. It doesn't quite look as good as it did on the PS4, but. Nah! But it works out, doesn't it? No, don't want to render the cat, though. Okay, let's go. ぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。モルガナもね。やったー！外は暑くなかった？マスターはコーヒーが冷えて。なんでお前がトカゲなんだよ。サプライズ大成功だね。まったくお前ら、にくいことしてくれるじゃねえか。久々に会えるってのに、なんもなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで、開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。ま、ぼちぼちな。つもろい話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。お前の部屋だ。好きに使え。はいよ。その代わり、後で店手伝えよ。よし！じゃあ全員アジトに集合！騒がしいのが帰ってきやがった。笑い事じゃねえよ。リュウジは期待裏切らねえな。この間の期末も赤点3つ取っちまってさ、マジで焦っ、危うく補習で来らんなくなるとこだったわ。カット。私1個しかなかったし。全く相変わらずね。少し、お、生徒会長の鉄拳制裁来る？もうそれいい加減忘れて。大学ってやつは楽しいのか？ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。私も忙しいけど楽しいかな。野菜の品種改良の勉強したり。ほう、それはうまいのか。食いつくの早えな。てか春の学部は経営とかそっち方面じゃないのか。そうなんだけど、興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの。
農学の授業があってね、収穫量と土壌の栄養素の関係とか。うげえ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。双葉は学校はどう？ふん、余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。だろだろ、もっと褒めてくれていいぞ。で、肝心のお前は地元でうまくやれてんのか？そういうひょうひょうとしてるとこ変わってないね。まあ俺もそれなりにはやってんだけどさ、やっぱお前がいねえとピリッとしねえっつうか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。へへ、怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。やっぱ旅行じゃね？1ヶ月遊び放題なわけじゃん。あのね、宿題の存在とか忘れてない？うそれにみんなは高3でしょ？卒業とか進路のことだって言わないで。分かってるから。今だけは忘れ。相変わらずだな、龍二は。話を戻すが、旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。一月あればどれだけの芸術に出会えるか。歴史と伝統ある文化財が俺を呼んでいる。芸術系なら私はパス。あんま興味ない。てかさ、旅行もいいけど、まずは近場でキャンプとかしてみない？昼は自然の中で思いっきり遊んで、夜はバーベキューとか。バーベキューにキャンプ？リア充限定イベと呼ばれるあれか。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭り、ありだな。どうよ。赤身のいいとこ頼むぜ。なんたって我が輩はグルメだからな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。バーベキューとなれば黙っておれん。歴史と伝統に触れるのはその後でいい。芸術より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再開祝いの第一弾は全会一致によりキャンプに決定。そうと決まれば。エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプに必要なものをリストアップしました。渋谷705近くに専門店があります。そこでの購入をおすすめします。お、なんだ今の。コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか？あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。愛じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで。聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだ。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。リュウジの1万倍は賢い。うっせ。でもまあちっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。よかったらみんな入れてみろ。
いろいろ便利だぞ。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね。面白そうじゃねえか。お前も使ってみたらどうだ。はじめまして、エマです。あなたに会えて嬉しいです。あなたの名前を入力してください。I've always gone with this name because that's what was canon at the time when I started playing, so. Okay, I'm pretty sure you go in this order in this game. I don't.They flipped it around for an hour. I guess it doesn't matter, but okay. We need to mess with any of this. Okay, yeah, that's fine. Yeah, that's fine. ようこそ。私はエマ。あなた、お、起動できたみたいだな。みんな友達申請しといたから、とりあえず承認よろしく。おすすめキャンプグッズと出てるな。こ、結構優れもんだろ。しかもただ選んでるだけじゃない。季節とか天候、個人のプロフィールや位置情報も参照して最適なものを考えて表示してる。マジかよ、愛すげえわ。だから AI ね。じゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとね。つっても明日でよくね。外クソ暑いし、移動でこいつも疲れてんだろう。せっかく集まったんだし、今日は久しぶりのアジトで食べろうぜ。ああ、話したいことはいくらでもある。特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだな。おう、却下で。すみませんマスター、カレーまでごちそうになっちゃって。気にすることはねえよ、再会を祝してってやつだ。それにまたこいつが世話になるからな。よろ、こちらこそです。またお邪魔します。じゃあまた明日な。なんつうか久しぶりに話せてよかったわ。明日は手分けして買い出しだね。俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つうわけで明日は渋谷ブチ港前に集合な。じゃあな、忘れんなよ。店の手伝いも忘れるなよ。As usual, you're telling me to go to sleep. Nah, nah. I mean, you can kind of see a few out there. I don't actually think that was visible before. Anyway, I'm gonna go ahead and save them. Because why wouldn't you? And I'm gonna go ahead and cut off the YouTube recording. So, Yeah, until the next episode, I don't know exactly how often I'll be posting them, but I am recording them on batch stream. So if I do get any comments on those regarding anything,
may not be responding to them immediately because, well, it's being recorded ahead of time. So, for those of you on YouTube, thank you for watching, and until the next video.